に広島にまた寄って厳島神社行きます。誘われたいと思います。イエーパホパホ。魚やんなあれ。今でっかいの飛んでたで。イルカかな、そこら辺。え、まあいいや、これへん。そうかな。あ、進んでる進んでる。レッツゴー。風気持ちいいな、やっぱり。あ、気持ちいい。気持ちいいな。そう、広島はやっぱ牡蠣が有名やから、こういう濁ったところでも、ね、天敵に狙われる。見えてきました。見えてる。もう見えた。ちょっとカメラ落としますよ。いいよ、こっちの方が綺麗かも。写真撮りたいよ。いいよ、ありがとう。もういいよ。あ、いいね。いいよ、かわいいよ。はい、モデルして、モデルして。いいよ、いいよ。見つめる感じね。お、見て、ちょっと待って。おー、カラス、カラス。カラスちゃうって。はい、今から上行きます。危なっ。すんません。いいね、いいね。ここに鳥居が見えてます。もうすぐ着きます。どこ行ったらもみじまんじゅう食べたいな。もみじまんじゅうあるかな。前に昔に1回行ったことあって、もみじまんじゅう食べた時に、うんって言って、しかもなんかもみじまんじゅうってなんか揚げてるイメージないやん。その揚げてる感じが美味しかった。なんかすごい匂いする。何の匂いこれ？エンジンの匂い。なんかすごい匂いします。で、同じ速度で。わかる。同じ速度で走ってる。到着するぜ。ディ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 ン。すごい。すごいな。あれ、あのタイヤは何だろうね。あの、バウンドさせるためだろう。ツバメ。かわいい。めっちゃかわいいやん。鹿います。え、ヤッホー。かわいい。なんか、めっちゃカブトムシみたいな色してる。夏の、はい。宮島の鹿は野生動物です。優しく見守りましょう。え、ってこと野生なんや。飼ってるわけではなく、ほんまの野生なんや。え、ほんまに。奈良はさ、の笛で鳴らして集合させるって聞いたことあるから、それはどうだからんで、知らんけどさ、ここはそう、自然で書いてたな。さあ、あ、出た出た、鳥見に行く。あ、歩けるやん、あそこ鳥。今道潮やん。じゃあ、潮見き、何やったっけ。無理な。あ、そうな。はあ、はあ。浴衣。かわいい。日本三景宮島。じゃーん。でも見て、ほら。今引いてんねん、道な。あ、だ、しような。今から道できます。もうだんだん満ちてきてる感じがあるわ。のっそり来んねんな、のっそりと。なんか不気味やんな、海って。うんうん。いや、もう勝った。何時まで聞いてない。勝った。何時まで。さて、でも帰ってきてんけど、そんなやつは食べれんのかな。他に20億映ってるから全部勝ったやん。へぇー。いただきます。おいしい。もう汗かきまくってたから、おいしいな。揚げてるもみじまんじゅうです。これがほんまに美味しいの。いただきます、もみじまんじゅう。うん、あ、あんこや、これあんこ。熱い。汗だく。超美味しい。クリームも食べよう。ちょっと待って。これは持てへん、これは持てへん。いや、なんでこんなとこついてんの。不思議。うまうま。なんついてんの。ちょっと待ってて。そうやね、このもみじまんじゅうの何が美味しいかってな、揚げたてやん。次、マミーのクリーム、何これ。なんだけど、もうすぐ忘れてる。え、もみじまんじゅう、はい、いただきます。クリーム、どうやって食べるん、これ。ここにトラップがあるから。最悪、ほぺたにまたついた。クリームって感じで、マイク、あんこの方が好きかな。ゴミ箱がなかったからさ、一口で行っとったわ。喉詰まるわ。喉詰まるか、先に鳥につくか、それが勝負です。どっちが早いかな。なんか獣の匂いするなと思った。鹿おるやん。はい、あらららららら。うん、かわいいね。
はい。暑いもん汗かいてびっちょびちょ。じゃあお母さん上に乗せて。綺麗、海見えへんな。一潮。ここまで水来てるで、みんな。知らず知らずに水が来ている。水来てる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 、見てほら。水来てる。水、すごい。めっちゃおるな、ヤドカリ。もうあっという間に潮がここら辺まで来てる。暑すぎる、マジで。あ、そうそう、あそこから見て、昔オレンジのところ。そう、ここだから海やってん、ここ全部。めちゃくちゃ綺麗やん。すいませんね、こんな汗びちょ、髪の毛バシバシで。綺麗けど。穴を見失ったカニちゃん。これちょっと待って、これ全部あれじゃん、ヤドカリやん、この埋まってんの。寝てるふりして水入ってきたら歩き出すんや、これ。うわ、やばい、ここアクめっちゃ出てる、アク。うわ、お玉あったら取りたいけどな。地下階段降りてる。すごい、階段降りたん。バイバイ。え、おしっこしてる。ちょっと待って、おしっこしてる。閉まるみたいやからもう開いてないな。外国の人多かったな。ほとんどが外国の人でした。こういう店好きやわ。懐かしい感じが漂うわ。こんなんも懐かしいの漂ってまだはそんなあれやけどな。年行ってるわけじゃないけど、でもなんか昭和感がめっちゃ。そこをその時代を経験してるわけじゃないけど、なんか落ち着くのありますよね。平成生まれだけど、やっぱりこういう日本古来の昭和っぽい建物とか明治っぽい建物とか私は好きですね。皆さんどうですか？大正12年やって。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。よかったら皆さんチャンネル登録してね。頼みます。じゃあまたね。あばよっ。